よっこいっす。なんか聞こえなかった？ここなのじゃ。うわって、パーティー？お、また会ったの。そんなところから出てきて、やっぱりアイフリードのお宝を探してるのか？うむうむ。ねえ、そのお宝ってどんなものなの？聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ？さあ、白色なエステルも知らないなんて。マリスステラはアイフリードのお宝の中でも何よりも貴重なものなのじゃ。で、そのマリスステラとやらってお宝は見つかったのか？宝とは簡単に見つからないから宝というのじゃ。変なの。ねえ、ノードポリカで聞いたパティがアイフリードの孫って本当？何よ、そうなの？お嬢ちゃん、盟友に孫がいたと知ったらどんな顔するかね。そういえばドンとアイフリードはユニオン結成以来のお友達なんでしたよね。でもさ、嘘でしょ、アイフリードの孫なんて。だってその話一度も聞いたことないし。本当なのじゃ。多分どういうことです？多分というのは推測のことなのじゃ。エステルはなんで自分のおじいさんのことを推測で話してるかって聞いてるのよ。それはうちが記憶喪失だからなのじゃ。記憶喪失？ま、そういうことなのじゃ。じゃあアイフリードの孫ってのは本当かどうかわからないってこと？絶対本当なのじゃ。多分。なあ、もう絶対なのか多分なのかどっちよ。わかんないからマリスステラを探してるのじゃ。つまり記憶を取り戻すためにじいさんかもしれないアイフリードに会いたい。そのアイフリードを探し出すためにマリスステラっていうお宝を探して回っているってことか？のじゃ。いつの日かじいちゃんに会えるのじゃ。でもそんなことより紅の小箱追いかけなくていいのかしら。ああ、そうだった。あんたなんでついてきてんのよ。うちもこっちへ行くつもりだったのじゃ。だったら一緒に行きましょう。それがいいのじゃ。買い物に行くのとはわけが違うんだぞ。承知の上なのじゃ。何かあったら力になるぞ。まあ頼もしい。記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし。でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、そういう考え方もあるのじゃな。うちの思い出のアルバムはこれからゆりとゆりとゆりで埋めていくんじゃ。ゾッとするアルバムだわ。私たちのことも少しは入れてほしいです。じゃ、隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。